大久保選手に来ていただきました。お邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今朝も子供たちに教えてから来てくださってそうです、ちょっと汗だくですけど、すいません。いや、もう汗がすぎますね。いやもう教えてる姿が汗臭かったらすいません結構近いですからなぜタイに挑戦することになったかって、そういった経緯を教えてもらってもいいですか。2013年シーズンの終了間際に、その時所属してたモンテリオ山形っていうチームから戦力外通告を受けて、でも気持ちとしてはまだ続けたいっていう中だったんで、いろんな方に相談したところ、タイ行ってみないかって話をいただいて、まあ、すぐに調べて、ですごく魅力的な環境が今あるっていうのを知って、戦力外通告を言われた5日後にタイに飛んでたっていう形ですね。日本時代はそれまでは結構苦労されてきたっていう感じ。そうですね、中学校1年生の時からずっとベガータ仙台にお世話になってまして、うん、で高校の時はまあ日本代表にも選んでもらって、うん、なんかすごくいい感じできたんですけど、プロになってから本当に全く試合に絡めずに本当苦しい思いをしていて、やっぱ J リーグには縁がないのかなっていう思いもあったので、まあ、諦めかけてたのは正直あったんですけど、でも、まあ、自分のことやれるって信じたので、まあ、続けてたら、まあ、2013年にご褒美が来たなっていう形で、押し下げ、さあ左サイドフリーなディタ・キバクロスボールは、これはどうだ、素晴らしい、入ったか、大久保が決めました。いや、期待に応えてきましたね。大久保のシュートが決まりました。アディショナルタイムに入っての94分ですか、ね、PK です、はい、大久保です、山形見て勝ち越し、落ち着いて決めましたね。今 PK ね、力みがなかったですよね、キックに。そうですね、村山選手もね、攻守で飛んでたんですけどね、ついに山形です、ね、ついに、はい、来たなっていう。プロ8年目ですかね、はい、コンスタントに試合出れて、すごく僕の中では充実した半年間で、なおさらちょっとここまで終わるわけにいかないなっていう思いでした。うん、実際にタイでプレーしてみてどうでした？やっぱこっちに来るとやっぱ助っ人っていう形に入るので、はい、出て当たり前の環境になるんですよね、うんうん、でどんだけパフォーマンス出せるかっていう風になってくるんですけど、そもそも僕日本で全然試合出てないからなおさら思ったんですけど、こっちのチームではお前が試合を決めろとか、お前がもうチームをコントロールしようっていう立場で出てくるので、すごい必要としてくれてるなとか、うん、その分プレッシャーもすごいんですけど、毎回試合に出て戦えるっていうのが当たり前になったので、それが用意されている環境は、うん、自分なくてめちゃくちゃ楽しいなと思ってやってました。その日本時代の経験があるからこそ、はい、タイでの充実感っていうのが強かったんですね、はい、そうです。ただやっぱパフォーマンス悪くと、その試合出れないじゃなくてそのままクビになっちゃうんで、はい、毎試合本当になんすかね、契約をかけた試合になるので。でもチャンスがあってそのパフォーマンス次第でクビになるって、まあ、ある意味すごいプロとしては充実してる。本当そうです、もう自分次第なので、ね、自分の数字が出なかったらクビなので。1年契約しててその中で試合出される出されないあたしても、1年間普通守られるはずなのか、関係なく切られるんですよ。でも明日から来なくていいよみたいな。まあ、あります、あります。まあ、今日練習行ったら、はい、いるはずのない外人がいて、はい、そしたら翌日講師来なくていいよとか、そういうのもあり得るので。怖っ外人の影が出てきたら誰かがアウトだなみたいなめちゃくちゃ怖いです、あの空間。怖いですね。怖いです。アジラボ、サッカー選手としてタイで活躍されている中で、はい、現役中にサッカースクールをタイで作るっていう、はい、雪フットボールアカデミーが8月2日に開校します。あ、もう本当もうすぐですね。もうすぐです、あと3週間です、うん。それはどういった理由でサッカースクールをやることにしたんですか？もともと子供と接するのが大好きで、子供を教えるのも好きだったんですけど、もう大きなきっかけというのが2011年の東日本大震災で、僕の地元が大変なことになってしまって、子供たちが瓦礫の山なのでちょっと危ないということで外に出るなってことになっているのと、あと校庭とか広場ですね、まあ、全て自衛隊が管理されていたので簡単に遊べる環境はなかったんですよね。その中で自宅で待機でどんどんストレスだったり募っていってるのはずっと感じていたので、やっぱ僕のできることってサッカーじゃないかと思って、サッカーみんなで楽しもうよっていう会を開こうと思ったんですね。それで呼びかけたら200人の子たちが集まってくるんですよ、地元の。たく
くさんの本当に感謝の声をいただいて、子供たちから、保護者の方から、で本当やってよかったなって思って、2014年に僕タイに挑戦することになって、この活動は継続したいなっていう思いがあって、1年間に1度だけシーズンオフが1ヶ月あるので、そのイベント名をゴーシスマイルフットボールと名付けて、子供たちを呼んで無料のそのイベントを開いたんですね。でそれを毎年地元の岩沼で1回で、バンコクで1回を開いていったんですね。ただそのイベントのメインが大体2時間のイベントなので、楽しませるっていうのにフォーカスしてたんですよ。みんな楽しくエンジョイサッカーをして、もっともっとサッカー好きになってもらおう。ただ継続するうちに、なんかこの子たちに伝えたいものあるなとか、自分の経験伝えたい、教えたいっていうのが出てきて、いずれか子供たちに教えたいっていうのは漠然とあったんですよね、はい。僕もまだまだ現役でやりたいし、じゃあ終わるまで本当に待つべきなのか、現役中だからこそ伝えられることはあるんじゃないかってやっぱ考えてったんですよね、はい。まあ、去年の年末に今回の雪フットボールアカデミーのメインコーチになる木野村 と、アシスタントコーチの井上に僕の思い伝えて、で彼らの思いも聞いて、もう合致してですね、強い味方が、はい、強いファミリーができて、はい、あ、これだったらいけるって僕は思ったので、うん、コロナの前から計画はしていたんですけど、このタイミングで開校することになりました。現役中だからこそ他のサッカー選手にも協力してもらいやすい。そうですね、みんな優しいんで無理やり巻き込んでますなんでタイっていうところにしようと思ったんですか。やっぱ日本で僕なかなか活躍することができずに、うん、終わりかけてたサッカー人生だったんですね。タイのリーグに拾ってもらって、1年目でタイリーグで優勝することができて、うん、初めてですね、決勝なんですけど3万人の前でプレーさせてもらって、うん、で優勝勝ち取って、本当にタイのおかげでなんかようやくサッカー選手らしい生活だったり、うん、刺激のある毎日を送らせてもらって、なんだかんだ言って今7年目になるんですけど、はい、こうやって現役も続けられてるのはタイのおかげっていうのはあるので、僕の中でタイに何か還元したいっていうところで、それはやっぱ自分の経験と自分の大切にしているものをタイ人の選手に伝えて、外でもレベルアップしてもらいたいなっていう思いがあるのと、うん、あとコーチの木野村も8年間タイリーグでプレーしてるんですよね、うん、タイ語も堪能なんですけども、彼もやっぱ強い思いがあって、タイの子供たちにもしっかり教えていきたいねっていう風なことでタイでオープンすることにしました、うん。そのサッカースクールの名前が、はい、有機フットボールアカデミーっていう名前で、はい、どういった理由なんですか。そうですね、バンバ有機が好きなわけではないんですけど最初はバンバ有機俺の名前使うなってめちゃくちゃ言われるんですけど最初2人でやってるのかなって思って、でもそういうわけじゃないですか。そうですね、まあ、僕が好きなのは、はいはい、嘘ではないんですけど、はい、まあ、ちょっと違うまた理由がありまして、はい、地元でそのゴシスマイルフットボールをやるにあたって全部無料で招待して、でもただやっぱ結構なお金がかかるんですよ、はい。でその中でリキフットボールさんが子供たちにとって本当に素晴らしいことだし、まあ、僕のことを応援してくれて、ゴシにとっても絶対将来につながることだから、じゃあその活動に関してはもう全面的にバックアップするよって言っていただいて、なので毎年年に2回継続することができていて、そんな中で僕の心境もどんどん変わっていって、どんどん教えていきたいっていう風に変わっていったのも、やっぱたくさんの子供たちに関わる機会を与えてもらったからだと思うんですよ。で立ち上げる時に、でもまあずっとその雪フットボールさんにどうやって恩返ししていけばいいのかなっていうのは感じていた時に、もうこの新しいアカデミーはもう雪フットボールアカデミーで行こうと思って、ロゴと雪フットボールアカデミーっていう名前を使わせてくださいってお願いしたところ、すごい喜んでくれて、それこそまたスポンサーするよって言っていただいたんですよ。本当はありがたいんですけど、でもそこでスポンサーになってもらったらその恩返しの意味ないなと思ったので、まあ、スポンサーはいただきませんと、まあ、名前、そうです、名前とロゴだけを使わせてもらって、本当にいいアカデミーにしていきますっていうことでお願いをして、で決まりました。ちなみに有機フットボールさんは、はい、なんかサッカー関係の仕事をされてる会社さんなんですか。ですね、メインは実はサーフィンブランドでして、まあ、今日も来てるんですけど、雪ブランドっていうサーフィンブランドを立ち上げてるんですよ。で、まあ、ご相談した時に、あ、じゃあうちいろいろ協力するよと。ただその時にサッカーのイベントなのにサーフィンブランドをつけてもどうなのってなって、だったらサッカーらしく雪フットボールっていうロゴを作ってあげるからそれ使えないよって言っていただいて、あ、じゃあ自分の事業と全く関係ない全く関係ないですよね。ロゴを作って、そう、
じゃああんまり宣伝効果とかはちょっとお返しして本当に協力してくれてたんですね、はい、雪ブランドっていうのは全然出てこないので。そうですよね、はい、雪フットボールのロゴは僕のために作ってもらったっていうのはすごく愛着があって、はい、あれを使えるのは僕も嬉しいですね。なるほど、そんな深い話があって、全然バンバ選手の名前聞けなかったバンちゃん1ミリもないっすそうですね、ここでしっかり伝えておきましょう。アカデミーを設立するにあたって、はい、会社とか作らないといけない、はい、そういったビジネス周りとか、サッカー選手だから大変だと思うんですけど、それってどうしたんですか？そうなんですよ、そこが一番の欠点でして、はい、分かんないことだらけで、はい、まあ、どうやったらいいのかとか順番も全然分からなくて、ただその熱い思いだけはあったんで、はい、車相談窓口、はい、窓口の佐藤さんにすぐに連絡取って、はい、で全部もう事細かにアドバイスいただいて、あ、なるほどなるほどっていうことで佐藤さんのアドバイスを全部フォローしていきまして今形になっている状況であります。アジラボ、まあ、この YouTube さすがにお子さんは見てないかもしれないんですけど、はい、まあ、その子供を持つ親御さん見てくださってるかもしれないので、はい、はい、何かこうせっかくなんでメッセージとかあったら。メッセージ、はい、だから僕のがそのまあアカデミーに対して大事にしていることが、もちろんサッカーを教えるのは当たり前ですし、運動能力を上げるっていうのもすごい力を入れていくんですけど、でもう一つ大事にしているのが教育っていうところで、僕もそうだったんですけど、ちっちゃい頃って親が言うことに関してはやっぱ反発してたんですよね。ただ同じことをコーチから言われると僕はやってたんですよね、うん、そこに僕らの存在意義があるかと思っていて、僕も木野村も井上もしっかりそこを親の代わりに伝えていける組織にしていきたいなと思うので、そういうところも見ていただけたら嬉しいなと思います。めちゃくちゃわかります。いや、僕野球やってたんですけど、野球やってなかった父親に言われるアドバイスとかも本当に聞く気なかった。わかります。多分合ってるんですけど、客観的に見てるんで。しかも何が素晴らしいって、大久保選手自体が自身も結構苦労されてきた中で今の状態になってるので、そこから学べるものっても大きいですよね。僕本当に全然大した選手じゃなくて、この34歳までプロで やれてるのが奇跡な感じなんですけども、でもその中でたくさんの怪我してきましたし、で何度も解雇になってるんですね。なのでそういう思いっていうのを自分の口から伝えることって、まあ、それはそれで僕の武器なのかなっていうふうに思うので、まあ、子どもの心に響かせるポイントにはなっていきたいなと思っています。はい、ぜひ8月2日から、はいはい、開校するので、今はもう予約受付とか予約、はい、LINE アットに申し込みフォームがついてます。はい、概要欄に載せさせていただくので、はい、まあ、あと現役でも活躍されているので、タイで働いている身としてぜひ応援してさせていただきたいなって思うので、ちょっとバンバ選手と対戦になったらどうしようって、はい、両方とも活躍することを祈って、はい、そうですね、はい、削り合いになるようにそうですね、ぜひ応援させていただければと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。アジラボチャンネルでは海外キャリアについての情報を発信していくので、興味ある方はチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。